4週連続でお送りするフォレスターで行く自分と向き合う旅、四万温泉最奥地の旅館鹿のぞきの湯鶴屋を後にした一行は、お昼を求めて新東寺ホテルルルドに到着。では新東寺ホテルルルドの森山さんにお話を伺っていきます。まずはこの新東寺ホテルルルドのコンセプトについて教えてください。はい、新東寺ホテルルルドがですね、リノベーションアートホテルという形で、大きなコンセプトを持ってやっております。もともと旅館だった建物の、リノベーション、あと、アートギャラリーを取り入れたホテルとなっております。もうエントランスからとってもおしゃれな空間が広がってますよね。はい、ありがとうございます。新東寺という言葉についてもご説明いただけますか。はい、新をローマ字の SHIN で表している理由としましては、いろいろな新が当てはまるよねというところになっておりまして、新しいですとか進んでる、心だったり、体だったり、いろいろな心っていう言葉が当てはまる。それっていうのはお客様それぞれの当時の仕方もいろいろあるよねというようなことを表現したいといったところで弊社で掲げております。新当時、新しいだけじゃなくていろんな意味が込められていたんですね。そして私たちが今いるこの場所は、島の根という場所ですね。はい、こちらがですね、ダイニングとして、展開をしている場所になりまして、もちろん宿泊のお客様の、お食事どころでもあったり、外からですね、日帰りでお食事だけの利用、ランチだとかカフェ、ディナーだとか、そういったお客様を、受け入れるための場所となっております。どんなお料理を提供しているんですか。はい、メインでは、料理長が打っている、手打ちで打っているお蕎麦、あとはですね、イタリアンで焼き方を習ってきたピッツァ、メインは和食とはなっておりますが、一部ですね、洋食も取り扱っているような、お食事となっております。そしてこちらのルルドなんですが、こういうカフェスペースがあったり、はい、サウナとかもあるような看板に書いてあったんですが、はい、そうですね、当館がホテルとして の営業形態とはなっておりますが、先ほど申し上げたようにこちらでお食事だけのご利用もできますし、日帰りの入浴もできます。大浴場でですね、あと貸切のサウナ、こちらは予約制にはなるんですけど、飛び込みで空いていればご利用も可能となっております。あとは一番最初に掲げた、アートの部分、ギャラリーですね、こちらは現状フリーで見られる状態になっておりますので、こちらも本当に見学していくだけ、ないし当館を見ていただくっていうことももちろん可能となっております。お客様がフラッと来て楽しめるような、はい、そんな場所なんですね。そうですね、それも一つの新東寺になるかなというところですね。わかりました。はい、では最後にテレビご覧の皆様に向けて一言いただいてもいいですか。はい、島温泉、自然が豊かなところになります。温泉もすごくいい泉質を持っておりますので、ぜひお気軽にルルドお越しいただければ、いろいろな情報をご案内できるかと思いますので、ぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。はい、ここまで森山さんにお話を伺いました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いよいよ小野アナお待ちかねのランチタイム、森山さんから紹介のあった島の根でいただきます。では体を動かす前には腹ごしらえということで、皆さんそれぞれお料理が届きましたね。はい、私は天ざるそば、そして松野さんは赤城牛の牛丼、片岡さんはそば粉のガレットです。ではいただきましょうか。はい、せーの、いただきます。あー、おそばおいしそう。もうちょっとつけて。ではまずは小野アナから、お味いかがですか。歯ごたえがありますね。結構粗挽きっていうことで、そばのその風味を感じられて、とっても美味しいです。いや、これ夏はいいですね。いくらでも食べられそう。続いて松野セールス、初めての食レポに挑戦です。美味しいです。赤ギュー柔らかくて、甘辛いソースとご飯がすっごく合います。とっても美味しいです。
か白滝みたいなのが入ってるんですかね。そうですね、うん、この白滝もこの牛肉とすごくマッチしてご飯が進みますね。ね、なんか食感も楽しそうですね、うんうん。では、そばこのガレットいただきます。はい、ガレットも美味しそう。お野菜たっぷりですね。ですね、うん、初めてガレットも食べるので。あ、そうなんですか、はい、いただきます。うんうんうんそばこの風味が噛んでるうちにどん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 してきます。へー、生地はどんな感じですか？もちもちしてます。生地はもちもちとカリカリの中間ぐらいで、うん、とっても美味しいです。どれも美味しそう。おのあなたち、リバートレッキング前にしっかり食べてくださいね。さて、お腹いっぱいに満たされたところで、いよいよ待ちに待ったリバートレッキングですね。ウェットスーツが借りられるということなので、はい、行ってみましょう。行ってみましょう。楽しみです。さて、今日はこちらでリバートレッキングができるということで、とても楽しみにしてきたんですが、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。ですが、はい、昨日の大雨で川が増水してしまって、ちょっと今日できない。そうなんですか。うわ、残念です。なんとか晴れ女パワーでちょっとね、晴れ間も出てきて楽しみだったんですけど、はい、そうですね、今日晴れててもダメですか。はい、そうですね、水がちょっと濁って多くてですね、はい、やっぱり自然ですもんね。そうですね、こればっかりは、はい、そうですか。じゃあ、本来リバートレッキングできるとしたら、どういった体験ができるんでしょう。あ、そうですね、四万温泉は国立公園内にありますので、はい、自然が豊かであります。そんな大自然をもう体全体で感じてもらいたいなと思って、リバートレッキングというアクティビティを始めました。ここにあるウェットスーツに着替えていただいて、川に飛び込んだりとか、はい、泳いだりとかして、うん、はい、あの全身を使って自然を感じるアクティビティであります。前日の大雨の影響で、この日はリバートレッキングは中止。ですが、番組をご覧の皆さんには、どんなアクティビティかご紹介します。ここでウェットスーツとかを借りることができて、はいはい、そのまんま川に入れる感じなんですか。そうですね、ウェットスーツとかすべてこちらで、はい、ご用意しておりますので、はいはい、手ぶらでご参加いただけます。そうですか、はい、では何かリバートレッキングに変わるような癒しのアクティビティって何か体験できたりしますか。あ、そうですね、当社の方で3施設ありまして、こちらルルドにもサウナ、あとグランピング島ブルー、あと鶴屋にもサウナをご用意しておりますので、はい、サウナでぜひ整っていただければと思います。お、サウナだそうです。そうなんですね、実はあの私と片岡大のサウナ好きでして、あの島ブルー見たかったんですけど、ぜひサウナ楽しんでいきたいと思います。じゃあぴったりですね。そうですね、ワクワクしますね、うん、ワクワクします。よかったです、ワクワクしてるということなので楽しませていただきます。まずはルルドのサウナから。松野セールス、片岡セールス、準備万端ですね。存分に整ってください。
二人サウナ入っていかがでした？気持ちよかったですね。本当ですか？結構汗かきました？かきました。本当ですか？だいぶ出ましたね。サウナの後の水風呂とかもやっぱり気持ちいいですか？しっかり汗でかいてから水風呂に入るとすっごい気持ちいいですね。そうなんですね。よし、じゃあ次行ってみましょうか。行きましょう、はい、今週はここまで。次週はいよいよ最終回、サウナそして温泉を満喫します。